こんにちは、トレーニング施設ボディーコンディショニングリフレクサを運営しています大野です。UGM、微重力身体操作法、重力を利用した体の使い方をお勧めしています。で、前回までは肩甲骨の使い方、腕の使い方、肩甲骨の使い方、腕の使い方と股関節の使い方っていうのを見てきました。で今回からは今度は体幹部の使い方を説明していきたいと思います。で体幹部を使うには実はその肩甲骨をうまく使う、あるいは股関節をうまく使う、骨盤、この肩甲骨と骨盤がうまく使わせることが大事になってきます。でじゃあ体幹とは何かなんですけど、ちょっとその前に、じゃあ皆さん質問なんですが、人間の下半身っていうのは どこから下半身と思われますかっていうところなんですよ。だいたいなんか皆さんここから、骨盤から下が足、下半身っていうイメージが多分強いと思うんですけど、動きから言うと上半身と下半身の境目はここから下が下半身、ここから上が上半身っていうふうに分かれて考えた方が非常にいいです。なぜなら動きの境目がここになります。でこのちょうどこの境目、腰の骨が5個あります。胸椎っていう胸の作ってる背骨が12個あります。で、腰の骨は大きくて楕円形でつながっているので、しかも関節がしっかり固定されているので、やっぱり動くことに向いてないんです。上半身をむしろ支える役割を担っています。で、ここから上は前見ると肋骨がつながってて、肺とか心臓を守ってますので、やっぱりこの背骨の可動でいうとここは動きたくない、動かない、ほぼですね。なんでここは動かない、ここ動かないってなると、じゃあどこが動くかっていうと、ここちょうどこの部分が、肋骨ついてるんですけど、この肋骨が先ちょっとここで終わってるんですよね。なんでここの自由度がすごく高いですね。でこのちょうどここから上の12個が胸椎で、この下が腰椎っていうので、そのちょうどこの境目を胸椎と腰椎の移り変わる部分ということで胸腰椎移行部と言います。なんでここ動かない、ここ動かないなんで、ここが動くしかない。よく見ると、例えば上海雑技団の女の子が背中すごい反ってる映像とかあると思うんですけど、背骨が一様にこう丸く曲がってるわけではなくて、このある一点、ここからパタンってこう折れる、曲がってるっていう映像があると思います。そこが胸腰椎、ここです。なので、よく言葉では腰を入れるとか腰をひねるとか、っていう言葉があるんですけど、それをやっちゃうと皆さん大体ここをやっちゃうんですね。ここから動かしちゃうイメージ。でも腰の方では動かないので、そこを無理やり動かそうとするとストレスがかかって腰を痛めるっていうことになります。なので意識を腰ではなくてちょっと上、ちょうど前で言うと溝落ちのちょっと下あたりから、例えば倒す、ひねる、これを腰からやらないで、ちょうどここを中心に曲げたり倒したり、あるいは反ったり曲げたりねじったりっていう風に動かすと、ここが実は体というのはストレスなく動かすことができます。体幹とはという話を進めてきましたけども、
前回ポイントになるところとして上半身と下半身を分ける境目が胸腰椎移行部っていう話をしました。胸腰椎移行部っていうのは具体的に言うと胸椎の11、12番目と腰椎の1番目ぐらいのところを指して胸腰椎移行部と言います。で、もちろんここの可動が良ければいい、要するにここの柔軟性が高い方がより腰とかに負担がかからないでスムーズに、動かすことができます。ただ柔らかいに越したことは柔軟性があるに越したことはないですけども、必要以上にというかそんなに柔軟性を求めるところまでいかなくていいと思います。要は例えば競技やってる方であればその競技に必要な分だけの柔軟性、あるいは日常生活であれば日常生活をスムーズに行えるだけの動きができる柔軟性があればいいので過度に柔軟性を追い求めるっていう必要は特に、なくていいと思います。はい、はい、ということでこの胸腰椎移行部を使っていきたいんですけども、あくまで微重力身体操作法なので重力を利用してここを使わせていきたいんですね。で、重力を利用してここをうまく使わせていくには、肩甲骨と骨盤をうまく使う必要があります。例えば前回前、説明しました肩甲骨に負荷腕手にかかった、負荷を肩甲骨に伝えます。要するにこの腕の重みやこの負荷を肩甲骨に乗せる、筋力でグッと耐えるんじゃなくて肩甲骨に乗せて乗せます。そう、肩甲骨が寄ると背中に寄ると胸が背骨が突き出され、胸が突き出されます。要するに胸椎が胸腰椎後部が伸展します。で、足の使い方でやったように膝で足を操作しないでその重量を股関節で受けます。電筋の張力がかかって骨盤が前に倒れることによって電筋の張力が生まれます。そうするとその上からの負荷と下からの固定の力によって背中が入ります。胸腰椎後部がグッと反るような形で入ります。これで支えた感じになって体幹部のバネが伸ばされて出力につながる。腕にかかった負荷、自分の体重を受けることによって胸腰椎後部が伸展して体幹部のバネが引き出されます。で、それによって出力される、はい、というふうに肩甲骨が寄ると胸腰椎後部が前に押し出されて胸が入ります。で電筋の張力を生かそうとすると骨盤が前に倒れてくるので背中が反ってきます。そうすると胸椎後部が前にぐっと押し込まれて体全身がバネが潰されるように縮みます。そうするとこの体幹部の筋肉が伸ばされてそれによって出力される。で肩甲骨と胸腰椎後部と骨盤は連動します。どちらかが別々の動きをするのではなくて歯車が一つの歯車が動いたら他の歯車も同じように動くようにこの3つの部位は互いに連動して動くようになります。その動きを妨げるような筋肉の硬さがあって関節がうまく動かないと胸椎後部がうまく作動しないで腰に負担がかかったり肩に負担がかかったりして、怪我を生じさせるっていうことに
になりかねないということになります。はい、なので体幹部を使うということは肩甲骨と骨盤をうまく連動させて腰椎後部を使わせるということが体幹部を使うっていうことになります。なので体幹とはってなるとこの胴体っていうのを体幹と捉えるのもそうなんですけどもっと言うと肩甲骨と胸椎後部と骨盤この部分のことを体幹でこれを使わせることによってこの胴体のいわゆる体幹の筋肉の張力を引き出して出力させるっていうことになります。はい、あと今日から実践編でいきたいと思います。この動きを実際やってみていければと思います。ショルダープレススクワットですね。ショルダープレスをしながらスクワットします。ある程度体幹部の柔軟性が結構要求されますので、もしやってて腰が痛くなったり肩が痛くなったりなどあったらすぐやめてください。はい、では前回やったショルダープレススクワットっていう種目なんですけど、これをちょっと解説していきます。まずショルダープレスからいきます。ショルダープレスっていうのは肩を鍛える動きなんですけども重力を利用した場合この重りをに押すのではなくて受けます。受けるというのはここで筋肉で止めるのではなくて肘を固定した状態を作ったらそのまま肩甲骨に乗せます。それを利用して応用して肩甲骨を寄せるように寄せます。肩甲骨を背骨に寄せ切るとここで止まります。これ以上いかない状態が作れます。そうするとここで支えることができるので非常に楽です。そうすると肩甲骨が寄ると胸椎後部というのは伸展するのでちょっと体幹部の筋肉が伸ばされます。この筋肉が伸ばされると筋肉が伸ばされたら縮む性質があるのでその作用を利用して出力させる。で骨格で支えるような感じですね。骨格で支えているのに不必要な筋力は必要ない。ここで固定される。体幹部の筋肉が伸ばされるのでその出力を利用してポン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 。一般的なショルダープレスはここから1、2、肩の三角筋と上腕三頭筋の筋力で上げるですけど全く形は似てるんですけど使われている部分は全く違います。で筋肉を肥大させるのであれば今のようなやり方は有効なんですけども非常に疲れやすいです。先ほどやったように骨格を利用した場合は非常に楽に同じ回数同じ重さをやるのであれば体幹部をうまく使えて骨格で支えられた方が非常に効率的に動かすことができます。例えば競技で使う動き方日常動作で使う動き方であればより疲れない動きの方がいいということになるのでパフォーマンス向上にはこのような体の使い方重力を受け入れて、使わせるやり方の方が有効であると考えています。で、じゃあ筋力アップはどうするのか。今のようにこういう体幹部を重力を受け入れて体幹部を出力させる。この重さを単純にその動きができたら重くしてあげて同じ動作で行ってあげればより体幹部の筋肉を鍛えることができます。しかもストレッチしていながら動かさせるので筋肉が硬くなりならないですね。筋肉が柔軟性を保ったまま質の良い筋肉ができてきます。他のこともそうなんですが特にスポーツの場合頑張って努力しても報われないということが多々あります。ある程度まではパフォーマンス上がるんですけどそこから先頭打ちになって頑張っても頑張ってもこう
結果が出なかったり、あるいは怪我をしたりとして、こう悪い方向の負の連鎖に陥ってしまったりすることがある。しかし、努力が確実に結果につながる、報われる最大のポイントっていうのがあります。それは実は姿勢です。まあ、良い姿勢がいいってことは、何を見てもいいっていうことは、まあ、皆さん常識のとして、知っておられると思うんですけど、じゃあ具体的にいい姿勢ってどういうことなのか、あるいはそのいい姿勢が本当にそんな影響、そこまでいい姿勢だと影響するのかっていうのを本当にちょっと分かっている方っていうのはちょっともしかすると少ないのかもしれない。ということで、今回は UGM 的な姿勢の解説をしていきたいと思います。はい、姿勢の話なんですけども、まず筋力、力で姿勢を支えたくないっていうのがあるので、骨格で支えるための姿勢の話をします。人間の体はまず股関節からお辞儀をすると、人間の膝って伸びます。はい、じゃあ股関節でちょっとお辞儀します。お尻を引くようにお辞儀すると膝というのは伸びています。膝が伸びきるとロックされるので、太ももの力を使わなくてもこれで支えることができます。足の力はいらなくなりますね。で、今度は前の体幹部の使い方で説明しました。肩甲骨をちょっと寄せていきましょう。そうすると胸椎後部が伸展させられて、ここでロックされます。で、私上から押さえます。押します。ギュー、はい、力抜いてください。脱力します。力抜いても支えられてる感じありますか？あります、はい、こんな風に上から力を加えているのに力を入れてなくてもしっかり立つことができます。これが骨格で支える感覚になります。で、今腰痛くなかったですか？あ、痛くなかった、はい、これが体のアライメントがちょっと崩れていると、今のように無理やり姿勢を作ると腰が痛くなったり、あるいは最初からこの姿勢が動かないっていう状況なんです。その場合はそのアライメントを整えるためのストレッチとかトレーニングが必要になってきます。で、今やったように、私今無理やりやりました。無理やり。で、これ無理やりじゃなくて、今こう入ったのは極端に今ギュッこの姿勢取りましたけど、これが極端です。これは実はこれを戻して腕の重さ、この腕の重さで肩甲骨が背中の方に、背骨の方に少し寄って、この腕の重さの分だけ肩甲骨が背中によって胸椎後部が伸展されて骨盤が前傾して膝が伸びている、この姿勢になります。なのでこの姿勢でここの胸椎後部で自分の上半身を支えているっていう感覚が作れると力を必要としないで立つことができます。はい、今のが骨格で支える姿勢の基本的な考え方になります。で、そのいい姿勢というのを自分で無理やり、例えばあの形を背中の筋肉を使ったり、あるいは膝の力を使ったりして無理やり作ってもあまり意味はありません。それができるだけ力を抜いた状態で腕の重さとか上半身の重みを使って、腕の重さによって肩甲骨が寄って胸椎が伸展されて骨盤が前傾して、しっかりここで支える、胸椎後部で支えるような軸をしっかり作る、自分でこう自然に作らせるっていうことが一番のポイントになります。無理やりじゃなくて、そういう各関節の可動域を良好にすることで自然にそのポジションに行くようにしていくっていうのが大事になります。
で、そのポジションが取れていい、姿勢が取れるようになれば、そこで歩いたり走ったり、あるいは飛んだり投げたりしたりすると、体幹部が自然にうまく使えるので、末端部の腕のや足の筋力や力に頼ることがなくなります。そうすると関節にかかる負担というのが極力軽減されますし、筋肉の使われ方が血流を阻害しない、要するに筋肉が張るような動かし方じゃない動きになりますので、怪我しにくくなるし、長時間動いても筋肉が疲労しにくくなります。そうするとパフォーマンスは向上するし、怪我もなくなってくるし、何より多く練習することができるので、当然競技力パフォーマンスっていうのが上がってきます。はい、こんな感じで、そのポジションの実はその大きな違い、例えばそのこの力を抜いていい姿勢が骨格で支えられます、この肩の位置が例えば1センチちょっとずれただけでも、それでその人の競技力、これが入ってれば、やればやるほどパフォーマンスが上がる人と、この肩がちょっとずれただけ、前にずれただけで、やればやるほど逆に、疲れが溜まってパフォーマンスが落ちて怪我をしてっていうふうに分かれていく、分かれ道になりかねない。これをしっかり理解して姿勢を作って運動することによって確実にパフォーマンスが上がり、結果を残せることができます。努力の方向性を間違えないようにするっていうことが重要なポイントになります。例えば今一般にフィジカルを強くするっていう話がたまたま聞かれます。でフィジカルを強くするために腹筋背筋で体幹部を固定して、っていう必要性が一般に言われてますけども、実は逆で、体幹部を腹筋背筋で固定すると弱くなる。秘密はなぜか、秘密は軸です。ではその軸の話をちょっとしていきたいと思います。はい、こんなふうに、骨格をうまく利用することによって、軸っていうのを作っていきます。どうしても筋肉、体幹部の筋肉を緊張させて、体幹部を固定しようとすると力みが生じます。力みを生じた状態で例えば構えるっていうのは動きにくい状態を作ってしまうので、これは理にかなってないと言います。でもう一つ言うと、例えばその、こういう重りをですね、7キロありますけど、重りを持って、例えば手を遠くに前に持ってきます。で体幹部を固めるとどうしても前の方に持っていかれちゃうので、どうしても後ろに背筋とかの力で後ろにこうバランスを取らないと、引きつけないとバランスを崩してしまいます。その状態は結構力が、全身に力が入っている状態なので、この状態でさあ動けと言われるとなかなか動けないじゃなくて、前からお話ししている自由力を利用する、肩甲骨に伝えて胸椎骨と背骨のしなりを利用して負荷を受け入れることによって姿勢を作る。例えばまた棒に乗ります。こんな風に、遠くに重りを持っていっても自分の体は軸はまっすぐの状態を保ったままキープすることができます。これはスポーツの構えに応用するのが 有利な形になります。はい、先ほど今のような体の使い方、姿勢の取り方を応用してこういうスポーツの構えとかに応用していきます。例えば、またバットの野球なんですけども、野球の構え、バッティングの構えです。で、もうちょっとで動かします。はい、こんな感じで力を抜いた状態でもこうやってバランスが取ることができます。
バランスが取れるってことは軸がしっかりしているのでリラックスした状態で、立つ構えることができます。そうすれば力がリラックスした状態なんで動きやすいですね。例えば野球じゃなくても例えば、まあ、これバットですけどゴルフのように下で構えるんですけども、しっかり取れてリードバース、はい、安定します。こんな風に、応用していければ構えた時に変な力みとかがなくなる。下手に腕の力やそういう肩の力に頼る必要がないので楽に動くことができます。そうすると体幹部の出力を自然に引き出すことができるので、出力が高いだけではなくて、他の肘や膝とか腰とかの関節に負担がかからなくて、スムーズに動きを行うことができます。そうすれば当然、練習量が増えても体を壊すことなくパフォーマンスを上げることができます。はい、いかがでしたでしょうか。実はスポーツをする以前にというかスポーツ、まあ、例えば野球だったら野球の基本、ゴルフだったらゴルフの基本、バスケならバスケの基本っていう基本の動きとか練習とか姿勢とか構えてもあるんですけども、その前に今の言った普通の立ち姿勢であるとか構え方っていうのをまず身につけないでそのままスポーツをやってしまうと力に頼ってどん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 体に負担をかけてしまう練習になってしまう可能性が非常に高いです。特にそういう頑張ってしまう中高生の小中高生の部活でやってる子たちはそういう傾向が強くて、やればやるほど頑張れば頑張るほど怪我に悩まされるっていう例も非常に多く見られます。なので、そういうところも考えながら指導者の方は見ていけたらすごくいいなと思いながら、おすすめしてます。いかがでしたでしょうか。ではまたお会いしましょう。さよなら。